行くぞ行くぜ。そういうのがダセっつってんだよ。へっ、戦争セット、レッツゴーオン。爆竜チェンジ。はい、回ってまーす。はい、じゃあ3秒前。はい、本日もやってまいりました、はい、ということで、古原やすしさん TV よ、いいよいいよ。さあ、やってまいりました、古原やすしさん TV。 言えたよ、よかった。言えたですね、うん、言えたですけど、うん、今、リハとジュンジュン逆に言ったからちょっとびっくりしちゃいましたけど、びっくりしちゃった。でも、なんとか言いましたね、うん、よかったよかった。いや、コウタロウさん、うん、恐ろしいですね、本当にね、恐ろしくなりました。翔くんから聞いてましたけれども、うん、はい、ということでですね、はい、皆さん、今日もですね、コラボ会でございます。今日はですね、うん、あの業界をざわつかせた、はい、暴れキラー中台美琴役の田中コウタロウさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中台美琴役の田中幸太ディズリーチです。大丈夫ですかそれ。めちゃめちゃやってましたよ、うん、そうだね、大丈夫かも、はい、ということなんですけれども、はい、いや、もう本当にありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あ、これ質問コーナーだから、これクエスチョンの T シャツ。あ、違います、まだ質問コーナー先なんですけど。あ、質問コーナー、はい、まだ全然先なんですけどちょっとダメ、翔くんみたいなツッコミみたいな、あ、まだ違うんですけどみたいな。はい、なるほど、翔くんの気持ちがちょっと分かってきたかもしれない。二人はどんな関係なんですか。それは僕が聞きます。中さん、僕が聞くんですね。そうだね、俺が聞くんだよ。そう、俺がやるのかと思った。二人の関係は、はい、なんかアバレンジャーのショーとか、あ、すごく見に来てくれてて、でも見に来てくれてるのって本当に戦隊の中で、まあ一人っていうと、まあ他の人も、まあ、何回か見に来てくれたし、はい、だけど、やっぱ古原くんはすごくなんか情熱を持って見に来てくれて、ありがとうございます。だって今回のなんか言って声かけてくれたのだってすごい熱量だったから。いや、すいません、熱と思って。すいません、今も冬なのにめちゃめちゃ暑いからね。いや、すいません、申し訳ないです。後輩というよりかは本当にその熱量がすごく俺は好きだなと思って。本当ですか。全体にこれはすごく大事だなと思って。めっちゃ嬉しいです、こんな言われて。ありがとうございます。なんか俺今になってやっとその戦隊の意味だったり、やっぱあり方だっていうのは、やっぱ改めてやっぱ若い頃ってあんまよく分かってなかったなっていう部分があったから。二十歳ですもんね。そう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 、それがやっぱ今になってやっと分かってきたところで、あー、やっぱ古原くんみたいのがやっぱすごくヒーローに向いてるよなって俺はすごく思ってます。マジっすか。ホントに超嬉しい、これ。暴れキラーから言われてめっちゃ嬉しい、これ。ホントにすごくみんなに戦隊知ってもらいたいっていう気持ちすごい強いでしょ。はい、はい、もちろんです。やっぱそういうのってすごく大事だなと思って、やっぱそういう心がね、俺たち、うん、暴れんじゃ以外もそうだと思うんだけど、やっぱ足りなかったんじゃないかな。足りなかったっていうか、現在進行形でやっぱ足りてない気もするから。そうですか。でもなんかアバレンジャーはそれこそ20周年で SNS の活動やったりとか、うん、結構みんなで集まって布教活動とかめっちゃしたりとかしてたじゃないですか、うん、木村監督のやつも出たりとか、翔くんのチャンネル出たりとか、うん、そうだからなんかすごい今回、うん、なんかあ、こういう風なやり方もありなんだっていうのめっちゃ勉強させてもらいました。あー、でもやっぱそのコメントとか見たりすると、あのインスタとかにもコメントくれる人とかもいるんだけど、なんかファンサがすごい、ファンサがすごいって言うんだけど、はい、でも、あ、もっと全然できるなと思って。めちゃめちゃ十分くらい良かったですけど。だからでも僕らがこれでやってあれなら、あ、みんなももっとやっていいんじゃないかな。そうですね。でも古原くんはさらに上行ってるような気がするよ。マジですか、うん、ちょっと20周年に生かさせていただきます、うんうん、でも嬉しい、ありがとうございます。はい、本当めちゃめちゃヒーローに向いてると思う。いや、めっちゃ嬉しいです。うわ、やばい、泣きそう。じゃあっていうのが2人の関係です。ありがとうございます。いや、もう泣きそうです、本当に。じゃあそもそもその暴れキラーの、うん、そのオーディションのお話なんかちょっと聞かせてもらってもいいですか。懐かしいね、オーディション、うん、追加戦士だからアバレンジャーの途中からですよね。そう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 、アバレンジャーのオーディションって最初言われなかったんじゃないかな。え、そうなの。戦隊のオーディション、うん、アバレンジャーの名乗りをオーディションでやらなかった。え、でもオーディションって、あ、そうか、レッドだから。僕は最初はレッドは、そうか、そもそもやらないか、はい、だから追加戦士の
なんだけど全然違う名乗りをやらされた。なんつったの？フォーシーズンズディザスターみたいな。なにそれ、フォーシーズンズなんすかそれ、ね、サーダかよみたいな。ちなみにその時にちょっと再現とか出てきますか？はい、じゃあ行きます、よーい、はい、フォーシーズンズディザスター。絶対嘘、絶対嘘。こんなやってる、テレビに映った一般のめちゃめちゃミーハーの人じゃないですかそれ。でもなんかね、でもなんかこんなことやった記憶あるな。でも本当ですか、うん、やってる、まあ、これはないけど、なんか こういうのやった記憶がある、うん、そうなんですか、うん、周り結構やっぱ人多かったですか？人はね、あ、でも10人ぐらいいた、その時には10人ぐらいいて。でもだいぶ絞られた後ですね、10人って言ったらもうほぼ。そうだよね、そうだよね、はい、最初一次オーディションはね、なんかうっすらやった記憶があるんだけど。 あります、うん、で、なんか残って2回目呼ばれて、それが10人ぐらいで、はい、あ、で2回で決まったんですか？2回で決まった。あ、多分追加だからじゃないかな。レッドだと何回もやる？何回もやる？いや、5時オーディションもらいます。5回までやったの？はい、なんか4時までって言われてたのに、うん、4時がさらに最初オーディション2回に分けられて、うん、5時までありました。5時まで、はい、でも夕飯に間に合ったんですよ。夕飯に…ちょっと待って、夕飯覚えてないそれ大事っすね、でも大事っすね夕飯に間に合うことか、ね、めちゃめちゃ勘違いしてる。勘違いしてる、うん、ですよね。夕方の 5時ってことだ。夕方の5時か、あー違う、ちょっと何言うの、何の話ですか？分かってない5時ってそういうことで、17時5回目ってめちゃめちゃ真顔だったから、すいません、夕飯ですか、そういうの、夕飯は覚えてないなあ、でも夕飯は5時だったから間に合ったかなそういうの気づかない、すいません。いや、4時じゃなくて5時で終わったっていうから、あ、まあじゃあ夕飯間に合ってよかったね。違います、うん、5時でした、ね、はい、5時オーディションです。5回目ってことだよね、はい、5回目です、はい、うん、何の話でしたっけ、ね、オーディションの話、オーディションの話、オーディションの話、そうそう、でオーディションはでも結構すごい手応えがあって、あー、うん、でしょうね、うん、その時は手応えがあって、本当にあったのね。すごいっす。あ、これ決まったなぐらいに思ったの。それは監督の反応が良かったんですか？それ、あのね、プロデューサーの反応が良かったのかな。へぇ、塚田さん。いや、その時はね、あのテレ朝の郷さんっていう、今はね、あのドラマ班じゃないとこにいらっしゃると思うんだけど、はいはいはい、へぇ、でその人の感触が良くて、あ、これは決まったかなと思って、東映出る前に電話かかってきた。え、早っ、うん、はいや、前に俺マネージャーから電話かかってきた。決まったよって言われて。じゃあもう終わった瞬間に、はい、田中君みたいな感じだったんですか？多分そうだと思う。早っ。本当に東映の門を出る前になんか電話取った記憶がある。マジっすか？あ、違う違いました、すいません、うん、違う門を出て、はい、あの東映ってこっちの門出て裏側の門ある、はいはいはい、裏側の門あたりで電話取った。いやいや、ほぼ変わんないっすよ、うん、ほぼ変わんない、うん、2分くらいっすよ、ね、そう、2分くらい。なるほどなるほどなるほど。あ、でも門出る前の方がかっこよかったね。いやでも大丈夫です。あ、大丈夫、大丈夫、門出た後でもそう繋げてない、いや繋がんないですけど、門出る方がかっこいいです、あのね、うん、あの門出る前にすいません、自分で編集で作るのやめていいですかごめんなさいそうっすね、でもめっちゃ早いですね。早かった。え、じゃあそのオーディションが終わって、うん、実際入るじゃないですか。はいはいはい。入ってった時って、うん、結構チーム出来上がって、出来上がってる。しかも一番年下で、そう割と緊張したんじゃないですか、うん、緊張したというか、なんかブルーがレッドかと思った。あー、なるほど。なんかね、いや見てたんだけど、なんかすごく富田翔っていう存在感がすごいあって、なんかあー、やっぱね、三条由紀との、そう、三条由紀との存在感がすごいあって、はいはい、見てたのね、はい、見てたのに、はい、この人がレッドか。いや、なるほど青い服着てるのにそう、なるほど。あのね、違う、その時は、あの、まだみんな衣装着てないで、あの顔合わせした時だったから。なるほど、そう富田翔くんをレッドだと勘違いするくらいオーラがあったってことですね。オーラあった、うん、へえ、すごいな。じゃあ実際そのアバレンジャーとかとも対峙してくらいからはすぐ溶け込めたりとかしたんですか？そうだね、溶け込んだのかな。その当時はそんなに、俺ジャックさんの方が仲良かったんだよね。ああ、そうなんですか、うん、メンバーより。あ、でもまあ郷一郎さんとはね、すごくあのよく一緒にご飯食べてたんだけど、同じ東映に住んでたから。あ、そっか、郷一郎、はいはいはい、そうそう、結構頻繁にご飯食べ行ってたけど、翔さんとかカオルさんとか
伊藤さんとはね、うん、ご飯食べたことないんじゃないかな。そう、あんな、だって今20周年僕見に来ましたけど、うん、めちゃめちゃみんなでよくご飯行ったじゃないですか。そう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 、今の方が仲いい。あ、そうなんすね、うん、あ、でも確かに当時はやっぱ役柄的にもそう、そういうのがあったんだと思う、多分。え、自分の中でありました？あんまり仲良くしないようにしようとか。今は分かんないんだけど、その当時そう思ってたかも。うわー、やっぱり。で、やっぱ今井さんとはやっぱコミュニケーション取らなきゃいけないかなと思って、本当に毎日一緒にいた、毎日一緒にいたぐらいいた。で、今井さんといないときは小一郎さんといた。え、なんかプロデューサーとか監督から、うん、それこそ中台美琴をやるにあたって言われたこと、気をつけてほしいとかあった、うん、ありました？あんまり言われなかった気がするんだよね。じゃあもうほぼ自分が持っていったやつで、じゃあそれでやってみたいな。そうそうそう、クールなキャラクターでって、うん、まあ本読んだらもう、こういうキャラクターだよなっていうのは、まあでも、その着地点自体は分からないから、はいはいはい、でも最初は仲間にならないって言われてたから、本当は。最初はどころか、うん、1回だけみんなと変身して、暴れキラーがね、うん、真ん中になるシーンっていうのが48話でしたっけ、うんうん、そうそう、ありましたけど、それ以外はずっと敵ですもんね、うん、そう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 。だから俺、それによってすごいね、良かったと思うのが、ユキトが埋もれなかったのが良かったなと思って。あー、仲間になってたら一緒になっちゃうから、キャラかぶりするからね。そうですよね、うん、そこに関してちょっとどう思いますか？あ、でもそれは確かに、あ、それのせいか。多分ユキトがずっとかっこよく、うん、なんか結構クールキャラって、うん、追加戦士が入ることによって、特にうちなんてそうなんですけど、うん、ブラック最初結構なんかクールで、うん、そのダンディな感じだったんですけど、うん、やっぱゴールドが来てから、うん、ネタキャラになっていったというか、バレになっちゃったんだ。はい、だからそこはアバレンジャーの一つ要素として、ね、うん、アバレキラーがずっと敵で居続けてくれたから、うん、そのユキトがずっとそのクールなキャラで入れたみたいなことを確か、うん、富田君も言ってましたよね、それは。じゃあそういうことなのかな。多分すごい思います、それは。もうでもそれで良かったんじゃない。いや、めっちゃ良かったですね。だからお互いにいいよね。お互いに良かったですし、奪い合わないから。そう、うん、暴れキラーってつける時も、うん、あれ名前がついてなかったので自分でつけましたもんね。そう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 。ね、お前らがアバレンジャーかってことは、アバレンジャーを倒すものこんなのでどうだ、暴れキラー。やばいよ、本当に。よく覚えてるね。セリフまで覚えてるの。覚えてる。大体ですけど。すごいすごい。なるほど。そんな感じ。じゃあほぼじゃあプロデューサーとか何も言われてない、すごいですね。うん、あ、ただ、はい、変身を最初、俺ね、仮面ライダーとかのちょっと溜めた変身が好きだったから、あー、こういう、はいはい、こういうのが好きだったから、はいはいはい、1回ね、最初の変身を溜めてやったことがあって、はい、なんか最初こう爆竜チェンジでクールにやってたんだけど、1回ちょっと溜めてやりたいなっていうところがあって、はい、こう好きなようにやってみろって、はい、あのアクション監督のさ武田さん、あ、そうそう、はい、武田さんに好きなようにやってみろって言われたから、あ、いいんですか、めちゃめちゃ溜めてやったんだよ。どうやってやったんですか？どうやってお願いします。みたいなやった。いや、だからその多分暴れキラーもう一人いたらバーンって攻撃してる。そういうのが出せってんだよって言ってますね。食べ過ぎって言われて。じゃあ普通でやりますから。なるほど、うん、変身に関してはじゃあリクエストあったんですか、ちょっと、うん、本当はね、本当は本来だ、本来は元気にやるのが好きなの、はい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 、やっぱ戦隊とはやっぱこうあるべきみたいなのもあるからさ、本来のキャラクター人間としてもさ、はいはい、やりたいですね。そう、クールじゃないからさ。確かにクールじゃないですよね。本当にクールじゃないですよね。熱いよ。いや、熱いですし、うん、陽気ですよね。そうそう、陽気陽気。なんか中台美琴とポカポカでしょ、田中さんって全然逆ですよね。逆逆にだからやりやすかったところもある。いや、全く違う人間を演じてるからっていうのはある。楽しかったですか？楽しかった、楽しかった、うん、ですよね、うん、あんなもうキザの、うん、トップオブキザオブキザですもんね、うん、もうだってジャンヌに対してこうやって、うん、いい女だなっつって、俺の召使いにしてやってもいいぞみたいなのあったじゃないですか、あれ二十歳っすよね、やんないやんない、二十歳で、そんなこと、なんであの芝居したんだろうな。やらないっすよね。ジャンヌ何回もアホ持ち上げました、しかもだから自分の中にないから逆にああいうことやれたのかな。うん、確かにああいうの絶対やらなそうっすもんね。田中幸太郎さんはやらなそうっす。今だとちょっと恥ずかしい。恥ずかしいですか、うん、田中さんから見た暴れキラーって正直どうなのかって聞きたいですね、ぶっちゃけ。
暴れキラーはね、まあ報われなかったって言うんだけど、そんなことはないんじゃないかなと思って、お結構、まあ報われなくてちょっと自分に刺激が欲しくてっていうのでずっとやってたんだけど、やっぱリョーガっていう人物を、はい、とずっと交流していくにあたって、どんどんやっぱ中台みごとの人格が外面は変わっていかないけど中身がどんどん変わっていくんだよね、うん、やっぱりリョーガに刺激されて、うん、そうですね。でやっぱり最終的に人間たちというか、やっぱりアバレンジャーに対していいことじゃないけど、まあ自分を犠牲にしてじゃないけど、はい、アバレンジャーのために自分が何かできたことは少し嬉しかったんじゃないかなって思って。おー、なるほど。いやでもこれをちょっと孝太郎さんの口から聞けたのは超嬉しいですね。いやだって、うん、最後の死に際とかも、うん、美琴がね、うん、宇宙にこうやって行って、うん、トップゲイラーもすごいいい相棒で、うん、いやお前一人だけにはさせないぞみたいな感じで一緒に爆発して死んじゃうんだけれども、うん、あれもなんかでも切なくて、でも、うん、あれって今まで地球を破壊しようとしてた美琴がこのダイノマインダーが爆発するからっつって、うんね、一緒にトップゲイラーと宇宙に行くシーンってもう超エモいじゃないですか。いやすごい、あれはね、まあ中田美琴もそうなんだけど、やっぱトップゲイラー良かったな。良かった、うん、よかった。あれは中田美琴一人でなんとかするつもりだったんだろうけど、でもやっぱ結局できなくて、やっぱトップゲイラーがやっぱ最後に相棒として一緒に行ってくれたのはすごい中田美琴は嬉しかったんじゃないかな。最高のバディだったし、うん、やっぱそのトップゲイラーも何回かね、中田美琴をね、しかもね、美琴とか呼ばない、人間って呼ぶの。そう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 、人間って呼んで、人間、そう、人間、今日は YouTube に出てるけど言ってるかもしれないですね。そうで、結構ね、美琴をね、もう見限ったりとかする装備見せるんだけど、最後はやっぱり俺は美琴を、いや人間を見捨てられないからっつって、美琴が最後にお前は俺を宇宙に放り出したら戻れって言うんだけど、俺はそんなことさせないと、最後まで一緒にいるって言って一緒にボーンって爆発するシーンはもう泣けた、マジで。本当に名前で呼ぶよね、美琴って呼ぶよね。最後はもう本当にね、悲しかったなあれあれね、まあ自分で言うのもなんだけど、俺もね、感動した。いや、そう、感動した。20話の11分50秒見てみて、うん、元気爆大、暴れ、バーン、そういうのを出せってんだよ。これ、ここから始まってるんですよ。このね、11分50秒っていうのはすごい。あ、そうっすか、よく覚えてんだって。八つ電話に行って、うん、もう一回いきます。もう八つ電話にと言ったら、さすが。なんか、ニュータイプかなんかですか？うん。さすがです。なんかね、言いそうな気がしたんだよね。さすがです。八つ電話に。やっぱ似てますから、同じ熱いところとかって。やっぱシンクロしましたね。聞いてきそうだなーって思ってさ。やばい、俺の台の熱が映ってるかもしれない。八つ電話に。はい。のどこが好きって聞こうとした。惜しい。あ、違う！八つ電話に。いや、でも、結局そういうことです。エピソードなんで。うん。八つ電話と暴れキラーって、うん、なんだかんだずっと一緒にいたりとかして、一緒にいた一緒にいた、で、うん、まあ結構いいコンビだったと思うんですけど、うん、なんかエピソードとかありますか？それこそつくいさんとかのエピソードとかもありますか？そうね、つくいさんとね、なんかね、多分あんまり被らなかったのかな。あ、そうなんですか。そうへー。じゃあアフレコルームとかで一緒になることとか、それこそご飯行ったりとかは？ご飯はね、行ったことない。ちなみに、うん、あれですよ、八つ電話のつくいさんは、うんうん、うちの戦隊でも、うん、ワニのエンジンをやってるんですよ。あ、そうなんだ。だから同じワニなんですよ。そうそう、なんかそれで今病気になられてるじゃん、はい、それでなんかアバレンジャーにみんなでコメントしたら、こうなんかフェイスブックでありがとうございましたっていうコメントが来て、そっから結構つながって、うん、結構やり取りしてる。あ、そう、だからつくいさんとかもね、にゃんちゅうのイメージがやっぱ強かったから。そう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 、うん、そうで、ヤツデンワニの中身は今井さんだったから。え、そうなんですか。そうそう、今井さん。そう、マジっすか。今回ね、八つ電話に社長になって、うん、あ、そう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 、あれもまたね、面白かったですけどね、すごいね。最後まで敵対するとこ聞きます？これは一応やっぱ最後まで敵対するストーリーだったかっていう、うん、これは最初から聞かされてたのかどうかとか、うん、まあ制作サイドで、うん、ありますありますあります、ありますよ、はい、じゃあちょっとそこを、はい、うん、はい、じゃあそこのところじゃあちょっと質問からいきます。はい、はい、まあ、当初はその暴れキラーっていうのは、うん、この最後までずっとアバレンジャーの敵対する位置っていうふうなことはもう決まってたことなんですか？言われてたんですか？分かんない。分かんない。今あるって言ってたじゃないですか。小田さんがあるって言ってたじゃないですか。30秒前です。30秒前の話で。分かんない。
ないって言った時のもうっていう顔が見たくて、見たくて、その顔が見たくて、びっくりしましたよ本当に。あれ俺がおかしいのかって一瞬決まってたことなんですか、言われてたんですか。分かんない分かんない、分かんない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 、あるって言ってたじゃないですか。今日疲れた顔をしたのがすごい楽しみだし、こういたずらするんすよ、もうこうやって。その顔が見たかったんだね。どうどうね。なんだっけ。あの当初からその最後までその敵対するみたいなことっていうのは最初から言われてたんですか。いや言われてなくて、でも仲間になるとはずっと言われてなくて、で俺自身もやっぱり暴れキラーはもうずっと仲間にならないでほしいなってその当時は思ってた。なるほど。その当時は思ってて、でもいざやっぱ仲間になる、一番最後に仲間になるって聞かされた瞬間、最初抗議したの俺。すげえ、笠原さんみたいなことする。なんで仲間にしちゃうんですかみたいな、はいはい、結局あのずっとそっちの方向では作ってなかったのに仲間にされたくなかったですみたいなことを言ったと思うんだよね。でも今やっぱり改めて見返したりすると、やっぱりその当時見てた子供たちっていうのは仲間になってもらいたかったと思うんだよね、暴れキラーが。だから俺は仲間にしてくれた東映さんに俺はすごく感謝してる。自分の意見なんて本当通らなくてよかったなと思って。なるほど。そんな二十歳のね子供のね意見だもんもう大人がさもう分かってるんだからどっちがいいかって。いやまあそうですよね、うん、いや中谷美琴は最後はねアバレンジャー仲間になってマジでよかったなって本当に思ってる。なるほど、うん、でもこれっていや今俺聞いて俺も仲間になって正直よかったなっていうふうに思いますし、一、うん、回だけ、うん名乗りをやって、うん、20話で、うん、そういうのが出せてんだよって言ってた、うん、中谷美琴が匿名機のハクビって言ってみんなと一緒に名乗りをやるあのシーンっていうのはもう、うん、たった1話だけどめっちゃ良かったし、いいよね、本当に孝太郎さんの意見を通さないでくれてありがとうございました、うん、東映さんって今も思いましたね。やっぱそれで、で仲間になったらでもみんなと一緒にやっぱキャッキャウフフはできない、うん、中谷美琴は。でやっぱそのまま死んでいくっていうのもすごく美しかったなと思って。死ぬっていうのは、うん、あれはもう決まってたんですか。それこそ例えば、うん、もう殺してくれっていう役者の方もいるんですよ。ああなるほどね。ジェットマンの勇気概なんてその一例で、うんうん、そういうのは喋ったりとかしたんですか。それはね多分ねもう仲間になるっていう時点で死ぬっていうのは多分決まってた。でも俺は知らなかったけど。切ねえ切ねえよ。うん、まあ死ぬって分かってたらそんなに抗議もしなかったのかなとも思うし。あーそっか、うん、そっか。そこで仲間になり続けたら嫌だなっていうのはちょっとありましたね、うんうん、だからあの形が一番良かったですよね、うん、そうすごく良かったなと思ってですよね、うん、うわーもう何度思い出しても泣けるもんな。ありがとうございます。いやいやいや、これ復活するって聞いた時どう思ったんですか、うん、最初はねどうやって復活するのかなと思って。あーだから夢落ちにするのか。あー夢あったわ。うん、なんかそれとかあとなんか復活するのはもう全然だから20周年新作のそのオファーの時の心境というか、うん、なんで知ってんのそれ。あれそれ裏設定じゃなかった。いや違います。ちゃんと出てた。出てます。でもそもそもね10年前も話あったから。あそうだ、そう聞いたことあります。今回は浩一郎さんが結構引っ張ってくれて、でも一回ね話がちょっと止まって停滞した時があったの。怖っ。今だよ今だよ。いいじゃない、まあ、やっぱ木村監督じゃなくて成立しなかったなと思って。で10年前も浩一郎さんがもう木村監督に木村監督にって言ってて、今回の動画はナベさんの提供でお送りいたしました。ナベさんありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。